どうもこんにちは、Tです。今回は空間付けに関する問題見ていこうと思うんですけど、図が書いていないのでまずは作図をしていきます。四角錐 VABCD と言っているのでこのようになって、その底面である ABCD っていうのは正方形になっています。そして4辺 VAVBVCVD と言っているんですが、要はこの部分の長さですけど、これらの長さが全て等しいと言っています。そしてもう一つ重要な情報として、頂点 V から底面に下ろした垂線 VH の長さが6になります。そしてもう一つ長さに関する情報として、底面の一辺の長さは4ルート3であるということが分かっています。この状況で VH 上に VK イコール4となるように点 K を取ると言っていて、その点 K と辺 AB を含め平面で四角錐を2つの部分に分けます。実際に切断してみるとこのような形になって、頂点 V を含む側ですから、切断面と三角形 VCD の交点を MN とすれば、四角形 ABMN を底面とする四角錐の体積を求めればよいことになります。やってることとしては図を書いてしまえば非常に分かりやすいと思うんですけど、空間の問題は平面でやろうとするとどこかに歪みが生じるので少し考えるのが難しくなります。ということで、どこかで切断をして平面図形の問題に持っていきたいわけですが、皆さんならどこで切断しますか？まあこの辺はセンスがどうこうっていう話はあるとは思うんですけど、一つの考え方として分かっている情報が含まれるような面で切るっていうのがあります。具体的にどういうことかというと、今回のこの図形の中で分かっている情報としては、底面の各辺が4ルート3、そして VH の長さが6ということが分かっています。ということは、まず VH が含まれていて、さらに底面は正方形ですから、各辺に平行な線分は全て4ルート3になりますから、 AB の中点を P、 MN の中点を Q として、 VPQ を通るように切断、つまりこのような切断面を考えます。こうなると何が嬉しいかというと、この図に分かっている情報を書いてみると、 VH が6で VK は4ですから、 KH は2になります。で、図形の対称性から PH と HR の長さは等しいわけですから、 HR は2ルート3になります。で、ここは90度ですから、三平方の定理、あるいは有名な直角三角形の比を考えてあげると、 VR の長さが4ルート3であることがわかります。ということは、 PR の長さも4ルート3ですから、三角形 VPR というのは正三角形になります。で、さらに VK 対 KH は2対1になってるわけですから、この点 K というのは重心になっていて、重心というのは中線の交点でしたから、この PQ は VR の中線で、 Q は VR の中点ということになりますから、 VR 対 RQ も1対1、さらに正三角形ということも踏まえて考えれば、各 VQP は90度になります。ここまでは大丈夫でしょうか？そして Q についての情報も分かってきたので、今度は Q を含む別の面、つまり三角形 VCD に注目してみると、 VQ 対 QR が1対1ですから、中点連結定理を考えれば MN は2ルート3であることが分かります。これらの情報を1箇所にまとめるとこのようになるわけですが、一応記述の問題なので簡単に説明を書いておくとこのように書けます。パパッとやってますが、今まで説明してきたことを文章にしただけなので、ゆっくり見たい人は一時停止するなり Discord でスライドを確認してください。で、以上をまとめると、AB は4ルート3で MN は2ルート3、そして PQ は6ですから、求めたい体積はまず黄色い部分の面積が上底 MN 足す下底 AB かける高さが PQ になりますから、これを2分の1倍してあげればよく、高さについては VQP が90度ですから、そのまま VQ をかけてあげて、四角錐なので3分の1倍すれば体積を求めることができます。あとは数値を代入して計算すると36であるということがわかります。以上で終了です。大丈夫だったでしょうか？解説を聞いてみると、実は断面も正三角形でしたとか、うまいこと90度になってますみたいな話で、すごく都合がいいよなって思う人いるかもしれないんですけど、そもそも図形問題っていうのは都合が良くなるように作ってあるっていうケースが多いので、変な先入観は良くないんですが、もしかするとこうなってるんじゃないかっていう予想をしながら考えていくっていうのは非常に重要になります。少しめたい考え方にはなるんですけど、入試問題は解けるように作ってありますから、解けるはずだという逆算的な思考も取り入れるようにしてみてください。というところで、今日はこの辺で終わろうと思います。もしよくわかんないところがあればコメントをしてください。可能な限り対応しようと思います。それと、この動画のスライドは Discord に置いているので、復習などに活用したい人は概要欄を確認してください。そして最後に、この動画役に立ったという人は高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お疲れさんでした。